はい、こんにちは。まーちゃんのまはるです。はい、今日はですね、2018年10月18日なんですけども、うん、スタバの新しい新商品が出たので買ってきました。はい。まずこちらがハロウィンウィッチフラッペチーノでね、うん、チョコレートとリンゴだね、うん、もう一つがハロウィンプリンセスフラッペチーノでね、うん、これもリンゴなんだね、うん、じゃあ何はともあれ飲んでみましょうか。うん、エシ君チョコレートの方がいいんでしょ。うん、うん、いただきます。あ、美味しい。すごいうまい。え、めっちゃうまいんだけど。え、ちょっとそっちも飲ませて。すごいついちゃったけど。うん。両方うまい。このハロウィンウィッチプラ、このハロウィンウィッチプラ、このハロウィンウィッチフラッペチーノの方は、うん、果肉が入ってんだね。うん。やばい、これめっちゃうまいじゃん。うん、こっちも果肉とか入ってないけど、すごいうまい。うん、で、パールのね、この何ラムネっぽいの、うん、これが入ってっから、両方すっごい美味しいね。うん、すっげえうまいじゃん。で、おやつも買ってきました。うん、一つ目はこれね、ウィッチドーナツってやつだね。お、これも今日から発売。そしてもう一つがパールプリンセスドーナツってやつですね。うん、これはイチゴなのかな。なんか見た目イチゴっぽいよね。うん、じゃあそんなわけでいただきます。いただきます。うん、あ、これも、うん、美味しい。うん、チョコ。よしくん今学校から帰ってきたばっかりだから、ちょうどいいおやつタイムになりましたね。うん、うん、あいちゃんね、お、なに、なんか入ってる。はい、ちょっとえいしんくんの食べかけで申し訳ないですけど、中にリンゴ入ってんの。うん、いや、これ美味しいでしょ。うまい。食べたら急に出てきたからさ、うん、すごい。すごいね。うん、ということはこのドーナツとこのフラッペチーノ最強じゃない。最強だね。いや、これリピートすごいしそう、今月。うまい。よかったね。はい、でちょっと食べながらでいいんで聞いてほしいんですけれども、うん、東京ドームシティで開催されているユーフェス遊園地、今度ね、2018年の10月21日にこのね、うん、ハイタッチ会のうちが出るんですね。うん、で、あの、この動画、告知の動画ってね、実はちゃんとしてなくて、うん、この前動画出したんだけど、うん、多分気づいてない方いると思うんだよ。あ、謝罪動画だったから前、うん、チョコレート編集中にチョコレート食べてごめんなさい、コーラ飲んでごめんなさいっていう、あの、しょうもない謝罪の動画にハイタッチ会やりますって追加したんだけど、うん、もしかしたらハイタッチ会って知らなかったよってね、うん、気づかれる方もいるかと思うので改めて告知させていただきますね。うん、本来は10月14日に、あの、募集が締め切られたはずなんだけど、うん、あの、うちら本当にね、あの、たくさんの方ご応募いただいて、なんと当日券も今回ね、販売されることになりました。うん、ま、当日券といってもこのね、ユーフェス遊園地ライド3っていうチケット、うん、これを持ってればハイタッチ会参加できるらしいんだよ。うん、当日、いや、あの、東京ドームシティの、あの、売り場のところで、まあ、ただね、大人が2400円で子供が2000円でちょっと高めなんだけど、うん、このチケットを買ってもらえれば10月21日の1時から2時まで、うん、ちょっとハイタッチ、うん、できます、ね。うん、他にもいろいろ交流できると思うので、うん、たまたまね、あの、10月21日、うん、この前は予定分かんなかったけど空いたっていう人はね、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいなと思いますね。はい、はい、このハロウィンウィッチフラッペチーノがすっごい美味しい。うん、魔女なのにここまでうまくするかって。魔女だからうまいんだよ。うん、はい、そんなわけでですね、今日はスターバックスの新商品、食べながらですね、ユーフェスイベントのハイタッチ会の告知をしてみました。はい、もしお時間ある方はですね、ぜひ遊びに来てくださいませ。こちらね、マイティ用の缶バッジと、うん、マイチャンネル用の缶バッジを2つもう全員に配る予定で、うん、あの、いっぱい作ったので、うん、あとは、できるのは皆さんと一緒に写真とかね、うん、いろんな交流をしたいなと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつもとも出てますので、ぜひチェックしてみてください。うん、チャンネル登録が真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。うわー、ずい。